シュープレコンビニで買うの恥ずかしいもんだからネットで買うねそうだね確かにちょっと恥ずかしいよねネットで買ってくださいアレシゃン正解になってない <laughs> アキラーカーネーションありがとう助かりますカーネーションありがとう七0 0 0シルさんタコー10個もありがとうございますタコータコーありがとうございますおウトベルさん カーネーション。助かります。ありがとうございます。おおきょうちゃん。ありがとう。カーネーション助かる。顔ついでに全部前に並べてくるわ。<laughs> 嬉しい。ありがとうございます。ここがおすすめっていう部分ありますか？え、どうだろう？でも、もう見てもらったら。楽しんでいただけると思います。 オフショットとかも載せていきます。こ個載せたけどな、ツイッターとインスタに。電子書籍版もあるのか。お、やんか、ありがとう。コップンか。十個ありがとうございます。まあ、もう実用っていうのは、まあ、さっきも言ったんですけど。まあ、ちょっと、あの、熱い鍋とかをこうやって持ってくるときに。 こう鍋の下に引いたりとかあと物の角度が測りたい時とかに、まあ、シュープレが2冊あったらその物が90度かどうかをかあの測ることができるっていう意味の実用ですあゆいちゃんカーネーションありがとう助かるさっきめっちゃ歌ったんだよいろんな歌インスタの写真いろいろ期待ながらわりましたお 大事なところくゲにも使えますから是非使ってくださいあでもオフショットっていうかまあでも実際雑誌を見ていただいたらもうスタンプが減るどころじゃなくても全部ないのでシュープレだけはもうマジで直角なんでもうほんとに90度測りやすいです <laughs> そういう使い方で ぜひ使ってくださいよいよ。おダメダメカーネーションありがとう助かるあれ見れなかったんじゃん 購入報告とかそういうようなハッシュタグとか作りますか？いやー今のところ考えてないけどでもなんかみんながいろんなところに私をのあの乗った雑誌を連れてってくれていろんなところで写真撮ってくれて SNS にあげてくれたらそれをちょっと見に行きます。<laughs> <laughs> おベルマンありがとうバラ。 深山の前さんカーネーションありがとうございます助かります広島ジャーカーであ,ありがとうございます鬼滅の刃の20巻と同時購入してはお嬉しい外されたスタンプに置いたいわ <laughs> やばすぎ <laughs> <laughs> そんなのはやってないですよあ分かんないやってるかもしれないねそうちょうど90度測いたい時にね手元にあるといいんですよスタンプコインで削れるとかできないただ <laughs> 画面上やけんねちょっとそれは難しいかもしれんね切ってアクリルに貼ってアクリルスタンド風にしてしゃうとおおすごいあ ぜひ3冊お願いしますプライベートの時に隠してたのシュープで決まってたからいや別にあれはなんか普通に恥ずかしくてなんか恥ずかしくて普通に SNS に載せるのがつけてただけですあれはこんばんはお 剥がすんきけなって笑いしういや、け、なんかみんななんでその、なんていうんじゃろう、そのスタンプの裏になんか、あのー、私の本体がおると思ったの <laughs> あくまでも画像ですよ。インスタの地球さんはマジで消せないから。笑う。いや、恥ずかしい。なんかプライベートなやつを載せるのは恥ずかしかった。 電子版と紙と両方買いますありがとうございますそう電子版もあるらしいのでぜひ皆さんそしてアンケートよろしくお願いしますアンケートすごく大事なのでなんかそれ見た私あれがあの全裸監督をあのネットフリックスで見たんですよ結構前になんかそれで見ました 地球かって雑誌が <laughs> 逆に <laughs> 損でしかないやんおカメレオンさんカーネーションありがとうございます,条件に動かます <laughs> いやそんなハイテクではないと思う助かるカーネーションカメレオンさんありがとううんはいということであと100人切りましたねあと100人切りました ちょっと、言うこと確認しとこうと。えっ、ー、と。オッケー。 あなんかいちいち緊張するないちいち緊張しちゃうななんか言うことはあはっしっかりしてるね <laughs> しっかりしてるよドキドキーワクワクドキドキーおっ QL さんカーネーション あり,がとうありがとうございますそうだねアンケートのが重要っていうこと確かにあ,あんまり知られてないねアンケートめちゃめちゃ重要です超重要ですあ千1000きましたそれでは発表したいと思いますえー、っと5月の26日発売の「 えー、ヤングチャンピオンさんにてグラビアが掲載されますイエーイえっと昨日「週刊プレイボーイ」さんでグラビア掲載されるっていうのを発表したばっかりなんですけど、えっと、5月26日の「ヤングチャンピオン」さんでも、えー、グラビアが掲載されます。 おおさやまっちゃブラボー8個も <laughs> ありがとうちょっとテロップに書きますねおおアキナカーネーションありがとうございます第2弾でございますおおゴッチタン かーありがとう。えっとヤングチャンピオンさんは中倉、えっと、ですねセンターグラビアですね。オロチさんありがとうありがとうございます。グチュブタルさんいいねありがとう。おうしすぎるありがとうございます。あ <laughs> これも <laughs> これもぜひ皆さんもう。 たくさん買ってください <laughs> えっとねグラビアの,あの発売日的にはあのシュープレが一番最初なんですけど一番最初にグラビアの撮影をさせてもらったのがヤングチャンピオンさんでシュープレさんより先に撮影してもう本当に本当に初めての撮影がヤングチャンピオンさんですっごく楽しい撮影だったので是非皆さん紙面の方をチェックしていただけたら。 嬉しいです。しんさん、いいね。ありがとう。そう、これも最低3冊はぜひね。でも全部もうアンケートの名前も全部夜明かりでよろしくお願いします。あ <laughs> あ、ゆいちゃん尊いありがとう。ひるぽん5分か <laughs> ありがとう。そう、もう購入してアンケートまで書いていただくことまでお願いいたします。 やんかいいねチックありがとう。リマのホエバーさん、カーデーションありがとう。メイジさんありがとう。結構寒い時期に撮影しました。結構寒かったです。で、ヤングチャンピオンさんは、あのー、チェキもあると思うので、ぜひそっちの方もね、応募していただけると嬉しいです。 新しいサインを考えましたやんちゃんの撮影の時にサイン変えようかなどうしようかなと思ってそのチェキの時に初めて新しいサインを考えましたおしんじガンネージョンありがとうきょうちゃん花束ありがとうみなにした19号さん花束ありがとうございますていう感じで、ね、結構やんちゃん が初めてのグラビア撮影だったのでなんかまだなんて言うんだろうちょっと上手にできてないところとかもあるかもしれないんですけどこれから成長していくのを楽しみにもう一番最初の最初の撮影がやんちゃんさんなのでぜひチェックしてもらいたいです。<laughs> お知らできますすありがとうございますヤンンングチャンピオンは、えっと、5月26日ですね ヤンンングチャンピオンさんですシュープレさんが5月18日でその次の週のヤングチャンピオンさんで掲載させてもらっていますこうやって嬉しい報告がまたできてよかったです5月26日です是非チェックしてくださいすっごい楽しかった おサクサクカーネーションありがとう助かる名人さんカーネーションありがとうございます助かりますヤングチャンピオンマジかヤングチャンピオンマジですこの配信が終わったらツイッターでもインスタでもちょっと告知していこうと思います5月26日のヤングチャンピオンさんにてグラビアが掲載されますのでよろしくお願いいたします 緊張よりもなんかみんなあの優しくてカメラマンさんもヘアメイクさんもスタイリストさんもすっごい優しくて面白い方たちばっかりだったのでめっちゃ常にずっと笑って撮影することができましたヤングチャンピオンさん。辻和さんガーネーネションありがとうこれからねどんどんこうやっていい報告が皆さんに。 できるとと嬉しいなと思いな思ますまだね写真集とか全て <laughs> もう夢のまたさらに夢の夢のさらにまた夢の話なのであれなんですけどいずれかはそういうところまでいけるように頑張りたいです撮影は東京でし,ましたあの一気にシュープレさんとか撮った時に一緒に撮りました、うん、水着ですもちろんシュープレも やんちゃんもどちらも水着です水着の撮影ですグラビアなのでということで私からのお知らせでした聞いてくださってありがとうございました嬉しいこうやってこうどんどん皆さんに報告できるのがすごく嬉しいです シュープレさんは週刊誌なんですけどヤングチャンピオンさんは漫画誌なので中の漫画もねアウトとかはあれですヤングチャンピオンさんです <laughs> 活躍してて嬉しいありがとううん嬉れしい <laughs> ぜひ皆さんチェックしてくださると嬉しいですもうたくさん買ってくださいあと <laughs> でツイッターとかにもオフショットと告知を載せるのでチェックしてね <laughs> 生きる希望が湧いてきた嬉しい ありがとうありがとうございます皆さん本当にしかもやんちゃんはあのねチェキがあるのもまた嬉しいですねぜひチェックしてください楽しみ充血するまで目に焼き付ける <laughs> よろしくお願いしますぜひ まあ今おうち時間が長くなっているからこそねぜひおうちでのおうち時間の楽しみの一つとして見ていただけたら嬉しいです隠します <laughs> 次はどこかなワクワク <laughs> やめたと思ってたので嬉しいそう、まあ、一まあ普通にまあ女子大生でもあるので。 普通のまだ女子大生の時期もありました普通にアンケート書くねありがとう助かりますアンケートめちゃめちゃ卒業してからお姉さんかました気がする本当ですか来週と再来週も本屋さんへとことか笑顔<笑>かわいいありがとう 5月26日になりますよね <laughs> 先にシュウペイさんもあるので、ね、5月18日と5月26日よろしくお願いしますかほちゃんは私より一個お姉さんです本当明るい話だ嬉しいそう思ってくれて一緒に留年したい人生だっ <laughs> た留年はしたくないです ファンーターの宛先とかそうなんかなんかまだでも事務所のホームページとかに載ってないのでまたそれも追ってあの告知できる時が来たら告知させてもらいますねっていうお知らせでした <laughs> えなんか緊張したんだけど喋るの。 みんなが思ったよりも嬉しい反応でよかったです頑張りますこれからもっといろんなところに出られるように頑張ります なんかあのシュープレの時も18日発売だったので16日とかでやんちゃんさんももうちょっとギリギリにあの発表させてもらおうかなと思ったんですけど多分、授号予告にも出てるっぽくってシュープレさんとヤングチャンピオンさんがなのであのなんかファンの方の方が先に気づいてる方が結構いらっしゃったので今のタイミングで発表させてもらいました。 頑張ってることは嬉しい気もあたりやもありがとうございます <laughs> 本屋さんとかコンビニとかで見られると思うのでネットでもね注文できるのでお願いします <laughs> 何がとは言わんけど言うとる楽しみですっていうお知らせの配信でした でちなみに今なんかあのー、さりげなく昨日もこういうあの発表と今日も発表させてもらってるからあのー、あれなんですけどさりげなく今ショールームイベントも参加してて今のところ2位なのでよかったら <laughs> ショールームイベントをちょっと手助けしてくださると嬉しいですお星様とかやんかありがとう 楽しみだなどっちもすごい楽しみなんか結構シュープレの方はなんか大人っていう感じでヤングチャンピオンさんの方は割となんか楽しいっていう感じのなんかキャピーみたいな <laughs> 感じなのでちょっと全然雰囲気も違うと思うのでどっちも楽しみにしててください名前ゆらあ明りって読みますこれで。 ックさんカーネーションありがとう <laughs> というお話でしたなんかに私まだねどっちも見てないんですよ本物をコンビニ行かなきゃな みんな的には何かゆらあかりですみんな的にはこういうことをしてほしいとかこうこういうことを今後してほしいとかこういう雑誌とかに出てほしいとかなんかそういうのってありますかしんさん五分かありがとう八個もありがとう大番です本当ですかありがとうございます <laughs> なんか私私僕はこの雑誌が好きだこの漫画集が好きだここに出てほしいとかなんかみんなのそういうのがあったらちょっと知りたい <laughs> 皆さん星投げカウントありがとうございます誰かとコラボのグラビアほう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 えコラボでグラビアってあるんですか あ、そうですね本田さんもいいものをお持ちですよマガジンかなあヤングマガジンさん <laughs> 少年チャンピオンドラマに出てごちゃうえ嬉しいなんかそういう方面というか、まあ、最終的にはテレビに出ることができる人になりたいのでそういうのも楽しみです とりあえず今はグラビア一生懸命頑張りたいなぁと思ってますヤンマが頼む仕事もしてほしいカホタンとグラビア BLT とかカホタンとコラボしたいジャンプでクロコダイルとか、<laughs> クロコダイルね読んだわそのシーンなんでもか嬉しい 山が仮面ライダー、アニメの主題歌ミスマがトロちゃんと共演防護服着てでもコンビニの中に行ける <laughs> 嬉しいありがとうタルタルとコラボドッキリクイズ番組応援しとる広島の人戦隊シリーズおー嬉しい ボムなどのアイドル雑誌そうよねボムとかブブカさんとかアイドル雑誌そうね ST のメンバーも出てますしね鼻をつまんでほしいななぜだ映画主演戦隊物だとピンクになるのかイエローになるのか VR で飛び出してきてほしいあーカウントありがとうございますすごいブロディにグラビアンあブロディさんね イメビも出るいや何にもまだそういうあの他のイメージビデオってことですよねとかは全然やってないですパックさん「誰もありがとういっぱい全力で僕にビンタしてほしいです YouTube 配信してみたい!」 <laughs> YouTube でいろいろしてみたいことはあるんですよ YouTube やってみたいなまだ全然そんなあの進んでないけどその話は舞台とか今あでも舞台とかもやってみたいたとダンスは好きなので今後はグラビアで雑誌とか漫画誌の表紙を飾れるようになることが今の一番の目標でそこからテレビに出ていけるような人になっていきたいなって思ってますパックさん ルマありがとうあの本当に緊急事態宣言が出る前にあの撮影させてもらって東京でもうメイクさんとかもことあるごとに消毒スプレーとかちゃんとしていただいたので大丈夫です <laughs> 特徴のある声を出したお仕事声のお仕事なんかナレーションとか MC とかもなんかしてみたいなっていう夢はあります 動く揺らの方が好きなので映像で見たいです動く揺らの方が好き <laughs> ヨアリンのグラビアこれから全部集めるお嬉しいだって初グラビアがシュープレさんでヤングチャンピオンさんが初めての一番最初の撮影だったのでもうここからスタートなのでこうもう超小さんです本当に 最初からっていう感じです。一からのスタートなので、動かないキャラもん好き <laughs>。どっちも好きなんか。お、お母さん、ありがとう。二十個コップンかー、ありがとうございます。そうですね。まあコロナが落ち着いたら皆さんとこう直接会えるイベントとかもしたいな。 と思っていますやってみたいことやりたいことは今ねたくさんあるんですけど今なんかもとりあえず広島でちゃんと授業を受けながらっていう感じですねお仕事がある時だけ東京に行かせてもらってっていう感じですね。<laughs> てむん 水着にななることは抵抗なかったですがいやなんか最初ちょっと恥ずかしかったのはあります着替える時とかちょっと恥ずかしいなとかポーズ取る時とかも恥ずかしいなっていうのはあったんですけど何よりも撮影の現場の雰囲気がめっちゃ楽しくってグラビアの撮影ってなんかすっごいアットホームなんですよ撮影の雰囲気がそれが楽しくって途中からはもう楽しいっていう感じでしたもともとグラビアのお仕事には興味があってやってみたいなって思ってたのですごく嬉しいです今させてもらえて。 絶対来てほしいまだ全然そういう話は全くないけどいやもう女の子だな女の子ですよいやいい写真だと思いますヤングチャンピオンさんもほんと楽しかったんでめっちゃずっと笑ってました超笑ってましたあゆいちゃん だるまめっちゃいっぱいくれてるありがとう恥ずかしいという感じはあったんですかあるわありますよ。<laughs> あでもまだまだなんて言うんだろうポーズとか表情とかはグラビアのお仕事はまだしたばっかりで全然手探りなので。あの 上手にできてるかわかんないけどぜひ見ていただきたいなと思いますそしてこれからもねいい報告がずっとできるといいなと思います雑誌の発注担当なので大量に発注してきめっちゃナイスありがとうございますそして皆さんぜひねアンケートの方もよろしくお願いしますアンケートがとても重要なので もうアンケートに揺らって書いて出すところまでお願いいたしますそしてぜひねヤングチャンピオンさんはチェキもゲットしてくださいモンタンガーネーションありがとうタスカルーコップンカーありがとうございます あると思うどこも多分ねアンケートあると思う「プレイボーイとチャンピオンかは頼むよ <laughs> 頼むよまだまだこれからもねいい発表ができるように楽しみにしていてください頑張りますありがとう多分どの漫画誌さんもどの雑誌さんもアンケートはあると思います。 どれだだけ反響あるか楽しみだねそれなちょっと怖いちょっと怖いなんかちょっと怖いそれは怖いけど楽しみでもある早く見てもらいたい反面みんながどういう反応なのか気になるしすごい心配だしすごい怖いっていうのもありますあきらいっぱい誰もありがとう小判もありがとうゆいちゃんありがとうあきらバラもありがとう おめでとうの画像を作ったから後でツイートするね嬉しいもうみんな SNS でいっぱい広めてほしいです。買ったよとかそういうのとかも全部めっちゃ SNS に上げてくれたらちゃんと見ますので私結構見てますので <laughs> ちゃんと見てますのでよろしくお願いしますぜひ。っていう感じです。 ヤンチャ初めて買うお嬉しい中の漫画も面白いので見てみてね <laughs> 楽しみかつなんかドキドキもあります半々ですね半々よだってめっちゃさらけ出すわけやけんさ自分を。 <laughs> ドキドキもそりゃしますよするもんですたいとりあえずいい報告が立て続けにできて嬉しいですこの配信終わったらツイートしようとメンバーみんなに感想聞きたいわ怖いドキドキするでもインスタにさゆめりんさんがコメントしてきてくれたんですよ 鑑賞用として買います。でメンバーに見られるのはちょっと恥ずかしいですね。え学校本当に早くねあの行けるようになりたいんですよ。私オンライン授業の参加方法が分かんなくて全然あのオンライン授業あのなんかよく分かってないし、みあのミュートにするの忘れて喋り声めっちゃ入ったまま百五十人とかの授業 なのに普通に自分のしゃべり声入ってたりとかして友達に声入ってるとか言われたりするとかマジでやり方わかんないからもう早く学校行けるようになりたいあ待ってめっちゃくれてるわいつまで番長待ってこれだるまめっちゃくれてるえ一気にどうやって投げたの めっちゃか、めっちゃくれてるだるま。百二百三百。ありがとう。いつまで番長。だるまいっぱいありがとう。ありがとうございます。 おきちゃんがももめで喜び書いててえ、そうなのドキドキする気になるだるまつりだだるまつりありがとうございますゆみりんユリン優しいコメントくれてゆみりんさんパソコンだとまとめてできるんだパソコンからショールーム見たことないからわかんないだるまの顔で修行けたよ とということでそろそろ42分なので <laughs> 配信は終わりますこの後とも20 23時45分から配信しますのでまたその後の配信も遊びに来てくれると嬉しいですゆいちゃんかわいいありがとうありとう。<laughs> モンタかわいいミコありがとうまた23時45分からも配信するので遊びに来てください私からのお知らせでしたぜひチェックしてね5月18日の『週刊プレイボーイ』さんと5月26日のヤングチャンピオンさん よろしくお願いいたします <laughs> お疲れ様ですじゃあランキング読んで終わろうと思います計算いっぱいだ嬉しい また後でねー。

鍋鍋ありがとうございます。八位ケンちゃんありがとうございます。七位メトロさんありがとうございます。六位岡さんありがとうございます。五位ユイちゃんありがとう。四位キューエルさんありがとうございます。三位ヤンさありがとうございます。そしてネ位がいつまで毎日おさんありがとうございます。そして一位はドゥルドゥルドゥさん。 ありがとうございました。またねー。バイバーイ。